ちゃうのね。修理でも隣は見えやんもんね、アンジュルム。片方たくさん取るだけ、見えちゃいだけど。まあ、稲作でもね、こんなん食べないやってへんの。うん、直巻き。これ直巻きの方が、うん、米がうまくて、よけとる。ほんで、経費が安い。ほんと、真似したとこは、やっぱり真似は真似であかん。うん、うん、真似事、何でも真似はあかん。ここが直巻きじゃないから、水は倍いりますよ。田んぼの水は。ってことは、水が溶けるってことだね。30センチぐらいの30センチか35センチプラスぐらいはありますね。だからこれ0メーターだもん。普通だったら、うん、絶対無理なのね。畑作だもんね、無理もだよ。普通は取れないわけ、うん、だけどプラスぐらいで起こすもんで、うん、水がいいわけ、床割るから、うん、それで普通床割ったらデコボコになっちゃうもん、うん、食べ木で割らんてるわけね、もう、うん、だけど食べ木はどんなデコボコでもピシーッと植えてるんですよ。あの人工衛星で見て平らにパシッともうハンドルなんて関係ない、うん、ちゃんと後ろがスイングになってね、きちんと出てるんです。